はい、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画では皆さん一度耳にしたことがあるのではないでしょうか。最近ニュースを騒がせている、そう、チャット GPT です。 AI とチャット GPT の情報、経営者ならば知っておかなければ非常にまずいことになりますので、今日は動画で一緒にチャット GPT と AI について一緒に勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営といろいろと SNS をやっております。またですね、ビジネス書を2冊出版しております。本日の動画の内容の引用元やリンクなどはですね、概要欄から飛べるようになっております。また SNS やビジネス書についても概要欄からリンク飛べるようになってますので、ぜひ一度覗いてみてください。それではチャット GPT について一緒に勉強していきましょう。早速行きましょう。本日の動画タイトルはこちら、 AI とチャット GPT、 もしかしたら仕事がなくなるんじゃない、どう対策すればいいの、ビジネス経営者は必見の動画となっておりますので、ぜひ最後まで見てください。本日の内容になります。話題のチャット GPT と AI のニュースを簡単に紹介します。そして本日はですね、まずい、もしかしたら私たちは仕事がなくなる可能性があるということで、対策をしないといけないよっていうような動画内容になりますので、最後まで押さえてしっかりと対策をしておきましょう。まず一つ目、最初ですね、話題のチャット GPT って一体何か、本当に簡単に短く解説します。そして二つ目、一体どんな仕事がなくなる可能性があるのか、なくなりそうな仕事、なくならないだろう仕事っていうのをね、両パターン紹介したいと思います。そして3つ目ですね、対策と私たちは AI との共存方法について解説しますので、しっかりと皆さん押さえておきましょう。そして最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。さて、まずチャット GPT について簡単に紹介をいたします。一体どういったサービスかと言いますと、こちら2022年の11月に公開された新しいサービス、要は AI を掲載しているものになります。わずか2ヶ月でユーザーを1億人突破しました。これはですね、今まで出た SNS のユーザー数よりもはるかに早い段階で突破をしております。ですので、たくさんの方がね、このチャット GPT っていうものに興味を持って覗いているということになります。こちらのチャット GPT っていうのはですね、 OpenAI という会社が運営をしております。ちょっとね、ニュースなどでね、 OpenAI っていうねワード聞いたことあるって方もいらっしゃるかもしれません。こちらはですね、 OpenAI はマイクロソフト社が多額の投資をして立ち上げたサービスになります。2022年の11月に公開されたんですけども、すでにもう新しいバージョンが発表されました。2023年の3月にチャット GPT-4 が発表されました。今まではですね、3を使っていたわけですね。11月に公開された時点、もうすでに3月の時点で新しいバージョンを発表するというこの速さ、恐ろしいことになっております。そしてこちらなんですけど、最新バージョン以外は無料で皆さんどなたでも使えますので、ぜひ使ってみてください。そしてですね、この OpenAI というのはマイクロソフト社が多額のね出資をして動かしてるサービスなんですけど、昔からですね、マイクロソフトかグーグルかということでね、やはりこの業界においてはですね、ライバルというかね、皆さんも頭にね思い浮かぶのはこの2社だと思うんですよ。マイクロソフトかグーグルか。そこでグーグルが対抗馬を出してきました。うちも負けてはいられないということで、2023年の2月にですね、グーグルが発表した AI はですね、バードというものを発表しました。はい、ここまでね、ものすごく大雑把に話をしております。詳しい話とかね、専門家の話がいいという方は、そういうねチャット GPT や今 AI について情報をどんどん出してる YouTuber さんいらっしゃいますので、そちらの方ぜひね見ていただければと思います。今回の動画では本当に基本的なことをね、分かりやすく紹介するのが目的となっております。さて、ここまでバードが発表されたというところまで皆さんいいでしょうか。そしてこれはまだ見て噂段階なんですけども、チャット GPT-5、まあ5ですね、が発表予定じゃないかという噂です。これは時期は未定ですので、まだね決まったわけではないんですけども、まあ、発表されるんじゃないかということで一部ニュースが回ったことがあります。はい、そしてこちら Google が出している Bard という AI なんですけど、こちら日本でも最近ベータ版が使用可能になりました。4月の18日から使えるようになっておりますので、もし興味ある方はね、ぜひ覗いてみてください。こちらも本当に登録は簡単です。ここまででね、この AI 業界のね、本当に一部基礎を押さえたところですね。次、じゃあチャット GPT ってどうやって登録して使えばいいのかを次のスライドで簡単に解説します。
はい、チャット GPT の使い方ということで、まず使い方、登録方法をね、簡単に紹介します。まず一つ目、サイトへ行くことです。このチャット GPT のホームページに行くってことですね。こちら概要欄にすぐ飛べるように貼っておきますので、ググってみたけどチャット GPT これが公式なのかどうかわからないって方は、概要欄の方から飛んでみてください。そしてですね、サイトへ行ったらですね、登録するっていう風なね、表示になりますので、そちらの方へ進んでいただいて、登録をすればですね、もう簡単に使えることができます。そして3ステップ3つ目ですね、質問をすればですね、チャット GPT が何かしら返してくれます。サイトへ行って登録をして、日本語でね、入力をして質問をする。このシンプルに3つだけです。このチャット GPT、実は課金をするとですね、使える範囲が広がります。どうなるか次紹介しますね。課金をすると、チャット GPT の課金は月20ドルという風になっております。皆さん、円形で計算してくださいね。日々ルートが変わりますので。この課金をすると一体どうなるかと言いますと、まず一つ目、答えるスピードが速くなります。課金する前のバージョンですと、返答がゆっくり、タイムラグというか、少し待たされるんですよね。ちょっと考えてるような感じの速度で返ってくるので、私たち現代人は忙しいので、このゆっくり返ってくるのが、まあ、待ってられないという方はですね、ぜひ課金をしてみてください。ストレスを感じなくなります。私も実際、今は課金をして使ってます。また、もう一つ変更になる点があります。それが、チャット GPT の4、要は新しいバージョンを課金すると使えることができるということです。これが2つ目変わることです。そしてもう1点あります。課金すると混雑時に優先してくれます。今チャット GPT 混雑している場合ですね、もうしばらくお待ちになってから使ってくださいみたいな表示が出るんですよ。これを待ってられないって方はですね、課金をするとそれ待たされるってことがほとんどなくなります。チャット GPT 自分の仕事に使い始めようかなっていう方はぜひね、課金してみると、もしかしたらストレスなしで使えるのではないでしょうか。動画見てる方は課金するのかしないのかっていうのはご自分で決めていただいて全然大丈夫です。最初はね、やはり無料で使うって方をおすすめします。私も最初は無料でスタートいたしました。じゃあ次のスライドでこのね、チャット GPT の使い方 1,2,3 を図でね、説明しますので、次のスライドへ移動します。はい、まずですね、一つ目、チャット GPT のね、ホームページ公式サイトに行ってくださいって言ったと思います。そうすると飛びますと実際このような画面になります。この画面が出ましたら、こちらのところのトライチャット GPT って書いてありますので、こちらをクリックしてください。そうしますですね、この登録画面というものに切り替わります。この登録画面からは、もうすでに登録していて、ログインできる方はこちらのログインから選んで進んでいってください。登録してないって方はですね、このサインアップっていう方を選んでいただいて進んでいってください。この後はですね、メールアドレスとパスワードなどを設定する画面に切り替わります。そんなに難しくないですし、時間もそこまでかからないと思いますので、その指示に従って進んでください。ちょっとですね、チャット GPT このように英語で表記がされますので、うっと思うかもしれませんが、そんなに難しくないのでそこまで構えなくていいです。ものすごく登録も使い方もシンプルです。登録が済みまして、そうするとこのような画面ページに移行します。この画面が実際にこの私たちが普段ね、チャット GPT をこれから使おうという場合には必ずこの最初のページに飛んできます。一体どうやって使えばいいのか。3つ目、文章を入力すれば何かしら返事が返ってくると、先ほど私言いましたけど、こちらのですね、四角のバーがあるんですね、枠が。ここにですね、聞きたい質問を打つ、そしてエンターを押すだけです。そうすると次の画面に切り替わって、チャット GPT から返信がある画面に切り替わりますので、そこで文章がわーっと流れてきます。それに対してまた質問をね、再度重ねることもできますし、また違うセンテンス、違う質問に切り替えたいって方はまた違うところ、要は一旦このホームの画面に戻ってきてもらってすることもできますし、この上にね、小さくて分かりにくいんですけど、ニューチャットっていうところがありますので、このプラスを押すと新しい質問する部屋ができてきます。このように 1,2,3 と3ステップでとても簡単にチャット GPT を使うことができます。ではこの AI チャット GPT が入ることによって、奪われるかもしれない仕事、奪われないであろう仕事を図で表したものがありましたので紹介をします。はい、それでは AI と職業について、変わられやすい職とね、取って変わられにくい職っていうのをね、挙げてあるデータ図があります。こちら出典はですね、リクルートワークス研究者全国就業実態パネル調査2020ということで、このように表があります。表のね、どこに自分のお仕事が書いてあるかによって変わられやすい仕事と変わられにくい仕事があるよということです。興味ある方はね、ちょっとこれ拡大して自分の職業どこにあるかなとかね、もちろん全職業が網羅されてるわけじゃないので載ってない場合ありますけど、
けど、メインどころは大体載っているんじゃないかなというふうに思います。興味ある方はぜひ拡大して見てみてください。では次にですね、こちらの図で見てる図ね、ちょっと細かいですので、もうちょっと分かりやすく、なくなるかもしれない仕事をピックアップしたいと思います。なくなるかもしれない仕事ですね、こちらピックアップしていきたいと思います。もちろんね、こういった話をしますとですね、その該当の職業の方がいらっしゃったり、嫌な思いをすることってあるんですけど、ここしっかり知っておく、対策をしておくってことが非常に大事な分岐点になりますので、ちょっと心の準備をしていただいてから見ていただけるといいかなと思います。さあ順番にいきましょう。なくなるであろうと言われている仕事ですね。よく言われているのはですね、一般事務が該当します。じゃあ次、銀行窓口業務ですね。これはネットバンキングがスタートしたことによってですね、窓口業務がね、少しずつ負担が減ってきているってことです。これ皆さんもね、ご自分の周りの銀行でですね、銀行の支店が統合するとか、なくなって大きいの一つ建てるんだよねっていうような、ご自身のね、地元のところにもないでしょうか。こういったように銀行窓口というのはもうすでに少しずつ縮小傾向にあります。そして警備員ですね、警備員もなくなるであろう仕事によくリストアップされております。そしてこちら、スーパーやコンビニのレジですね。これはですね、もうすでに徐々に始まっているっていう風に皆さんも認識してると思います。レジがですね、無人化されたりとか、あとユニクロ GU のレジに行ったことある方ならお分かりかと思います。商品をそこのところに置くと、自動的にもう計算がされて値段が出てきますよね。こういったようにどんどんレジというのはですね、無人化が進んでいく傾向がかなり高いので、なくなる仕事としてよく挙げられます。そしてまた次ですね、タクシー運転手というのもよくなくなるであろう仕事に計上されます。これはどうしてピックアップされるかというと、要は自動運転の技術が進んできているので、自動運転に切り替わったら仕事がね、全部なくなるとはね、もちろん言わないですけど、少なくなる可能性が高いよねというわけでピックアップされてます。ちょっとね、タクシー運転手例にとって、この後対策というか方法を紹介しますので、動画最後まで見ていただけると嬉しいです。そしてこちら、電話対応業務ですね。コールセンターと呼ばれるものです。いや、こちらは逆にちょっと嬉しくないですか。 AI に早く取って代わってもらいたいという方いらっしゃると思うんですよ。電話対応業務というのはやっぱクレーム対応とかですね、ちょっと困ったお客さん、まあクレーマーと呼ばれる方のお相手をすることになりますので、精神を病む方が多いんですよね。なのでこれは早くね、 AI に入っていただいてサポートしてほしいなというふうに思っています。はい、このようにね、ピックアップしましたけど、皆さんね、なくなる仕事に入っててどうしようとかね、焦ったりとかね、なんかね、ちょっと嫌な思いしてるって方いらっしゃるかと思うんですけど、それは私税理士も一緒です。要は私業と言われる仕事、職業をしている方もですね、 AI にとって代わられるという可能性が高い仕事としてランクインしております。その他税理士以外、まあ、私業以外ですと薬剤師や秘書などもピックアップされることが多いです。皆さん一緒に頑張りましょうね。しっかりと対策対応しておけばですね、もしくは情報をきちんと入れておけば、もうすぐに全滅するってことはないかと思います。じゃあ逆に次、なくならないであろう仕事を紹介したいと思います。ここにヒントがあるんですよね。はい、よくなくならない仕事として挙げられている業種、職業はこちらになります。まず一つ目、営業職ですね。これは人が人に対して営業するので、やはりね、相手の気持ちを汲み取ったり会話をしないといけないので、やはり人間がやった方がいいんじゃないかなというふうに私もね、個人的に思います。次、介護職ですね。こちらもなくならない仕事としてよくランキングに入ってますし、ピックアップされております。こちらもですね、どうしても人の手が必要な部分が大きいお仕事になりますので、任せれるところはもちろん AI、 そういったものに任せればいいですし、やはり現場のどうしても人の手が必要なところという意味で、なくならない仕事にピックアップされてるんだと思います。そしてカウンセラーですね。これはね、もう対人間、対人間ということで、カウンセラーというのは人間がやっていく仕事なんじゃないかなという風で、なくならない仕事にランキングインしております。あとはですね、教師や保育士というのもなくならない仕事としてよくピックアップしてあります。これどうしてかと言いますと、もちろん教師というのはですね、授業はもしかしたら AI や、またね、教え方のプロが撮った動画を見るという風に授業は変わっていくかもしれませんけど、やはりクラスをまとめる先生、また個人個人の子供に対応していくっていうのは、やはり AI ではできないことですので、人間がやる仕事なのかなというふうに思います。あとこれと似た感じでいくと、保育士もそうですよね。子供相手になりますので、そちらの方もやはり人間対人間のコミュニケーションが必要なものだと思います。そして次はですね、医者と看護師の方もピックアップされます。もちろん医者もですね、遠隔操作で手術ができるようになったりと、かなり取って代わられますけど、結局その AI を操縦するお医者さんが
がいなければ成り立ちませんし、それをサポートする看護師さんの方がね、いないと成り立ちませんし、やはり患者さんとのコミュニケーション、その対話によってどういった病気が隠れているかっていうのをね、聞き出していって判断をしないといけないということになりますので、医者や看護師はやはりなくなりにくい仕事になります。これらの仕事の共通点、先ほどから私何度も言っておりますけど、これです。コミュニケーションが必要な仕事がなくなりにくいと言えるということです。ですので、私たちは対策としてコミュニケーションが必要な仕事を継続していく、またはコミュニケーションが必要な仕事の方にスライドしていけば少しでもね、対策ができるのではないでしょうか。このようになくなる仕事をなくならない仕事っていうのはね、最近よくねニュースや記事で読んでねドキッとしてる方も多いと思うんですけど、これって今の時代、要は AI が来たからこういう風に起こっているわけではないんです。今まで過去も何度も何度もこういったことが繰り返されて今の現代があります。ちょっとそちらのね話を見ていくために次のスライド見てください。こちら先ほどねタクシー運転手さんの仕事がなくなるんじゃないかということでピックアップしましたけど、タクシーもですね、以前はですよ、もっとかなり時代遡っちゃいますけども、人の手でカゴに乗せて人を乗せて運んでいたわけですよね。そういった時代があったわけです。でもいつの間にかその仕事は車ができて、車が開発されてなくなっていき、まあタクシー運転手という職業にとって変わられたわけですよね。今まさかいらっしゃいませんよね。移動するときにタクシーではなくカゴを呼ぼうって方、そんな方はいないと思うんです。ですのでこのように時代の流れによってなくなってきた仕事っていうのは私たちは今までもずっと経験をしております。またもう一つ、もう少しねちょっとカゴは時代を遡りすぎなので、高速道路のスタッフのことに関して話をしようと思います。こちらもですね ETC の導入がされるっていう時に覚えていますでしょうか。以前はですね ETC が導入される前は人が全窓口に立ってですね対応していたわけですよ。それがですね ETC の導入になって、そういった高速道路のスタッフっていうのは全くゼロにはなっていませんけども、人数が以前に比べたら少ない人数で回るようになりました。このようにですね ETC の導入によって高速道路のその受付をされていたスタッフの方、仕事がなくなるということで、ね、騒いであった時期があったんですけど、今や誰も騒いでおりませんし、またですね高速道路のスタッフがかわいそうだから、じゃあ ETC の導入をやめようという流れになったかというと、そういうわけではないですよね。 ETC が便利なので導入が進んできたというわけです。これと同じようにレジのスタッフでも少し解説をしたいと思います。今までだったらレジのスタッフがですね1台ずつレジを担当してやっていたところがですね、今よくね見るスタイルだと思います。お店に行くとですね、スーパーやお店に行くと4台か5台に対して1人担当者がいればいい、管理したりねちょっとサポートする人がいればいいというわけで、人が今まで必要だった数よりもね減らしてたくさんのレジを担当することができるという良さもあります。もちろんねレジの方は仕事がなくなるということでね大変な思いされてるかもしれませんけど、この動画を見てる方というのはどっちかというと自営業やフリーランス、自分で仕事をしている方だと思うんですよ。これは自分の仕事を効率化する可能性があるものってことですよね。今まででしたら一つのレジに対して一人の人間が担当していたところをですね4台5台1人人数がいれば回っていく、要は効率化ができる。このことによってビジネスをしている側はですね経費の削減につながるため、売上がその分伸ばすことができるという可能性があるというわけです。このようにうまく使うとビジネスの利益を出すことができるのが AI ということになります。時代の流れでなくなってきた仕事っていうのはたくさんあります。私たちね今現代直面しているわけではないです。そして今日のねこのチャット GPT と AI を踏まえて大事なポイント2つここに書いております。1つ目はですね、先ほど言ったようにコミュニケーションが必要な仕事が残っていくというキーワード、1つ目ですね。そして2つ目です。なくなる仕事が出てきた時にはですね、新しい仕事ができる可能性が非常に高いということです。要は今までなかった仕事が新しい仕事として出てくるというわけです。少し前を思い返してください。 YouTuber、Instagrammer なんて仕事が以前あったでしょうか。スマホの導入によって新しい仕事がどんどんと生み出されました。スマホ向けのねアプリの作成をしてね儲けたっていう方や、また LINE がスタートしたことにより LINE スタンプを売ってビジネスを成功させたクリエイターさんとかいましたよね。このように新しいシステムや新しいものが発明された時というのは新しい仕事ができる可能性も非常に高いです。ですので皆さんはこの2つをキーワードに自分の仕事の仕方、今後の身の振り方を考えておくといいという話になります。じゃあ次にね、一体どうやって対策をして、または AI と共存しておけばいいのか、少しヒントをお教えしたいと思います。対策と共存についてです。
です。まず一つ目、ビジネスをアレンジしましょう。先ほど例に出したタクシー業界が分かりやすいので、タクシー業界で話をしたいと思うんですけど、例えばタクシーの運転手が自動運転になることによって人がね、いらなくなってきた。少ない人数で仕事が回せるようになってきた時にですね、介護専門のタクシー会社を立ち上げる。もしくはそっち方向にスライドする、アレンジするというふうになるとどういったことになるでしょうか。介護が必要な方がタクシーに乗る場合はですね、AI に任せていてはそのサービスが成り立たないんですよね。ドアを開けてほしいし、荷物を運んでほしいし、手を貸してほしい。そういったふうに今ね、例えの例なんですけど、ビジネスをアレンジすることで生き残ることができたり、また新しい仕事にねスライドできるという可能性が眠っています。そして2つ目は、さっきほど言ったように経営者、ビジネスをしている人から見たらですね、 AI を使って時間を生み出すことができるんですね。今まで3時間かかっていたことを1時間でできるようになるということで、 AI にサポートしてもらって自分のビジネスを効率化することができます。ですので、そっち方向に対策をしておくとですね、 AI を使うことで時間が生まれたり効率化するっていうことができる可能性が非常に高いので、うまく使いましょう。そして言ったように、新しい仕事もこれからどんどんできる可能性も高いです。ですので、その新しくできる仕事が一体どういうものなのか、アンテナを張っておく、情報を入れておいて狙うというのも一つの対策方法だと思います。そしてコミュニケーションが必要な箇所、コミュニケーションが必要な仕事は残りやすいので、一旦自分のビジネスにおいてコミュニケーションがどうしても必要なポイント、箇所、またビジネスにおいてそういった部分ってないだろうかっていうのを探っておくことが重要です。たとえ今そこのね分野が小さいビジネスだとしても、どんどんとそっち方向をじわじわと対策として大きくしていこうという動きをしていくっていうことが非常に重要です。そして最後、人間だからできることというのがやはりどうしてもあります。そのあたりのことを考えて、人間だからこそできる自分の中にあるビジネスってどの部分だろうというのをしっかりと探っておきましょう。はい、本日のまとめです。経営者でしたら情報は得ましょう。もしこの動画ね見る前にチャット GPT っていうワードも知らなかったっていうような経営者はかなりやばいです。 AI やチャット GPT、 わからないもの、新しいものはですね、必ず経営者ならビジネスをしていくのであれば入れておかなければならないです。そして今後生き残るためにはですね、もしそのように仕事を取られた後のことや、もし万が一仕事を取られたらどうなるかなっていうふうなことを今から考えておく方と、その時になって直面して考える方とはですね、分岐点が来てですね、結果が全然違うことになるというふうに私は個人的に考えております。ですので、今からもしこういうふうになったらどうしようかなっていうのを考え始めておくというのがね、非常に大事だなというふうに思っております。私も実際にですね、税理士というのはなくなる仕事にランクインしてますので、非常に焦っております。もしかしたらこれは相談業務がなくなるんじゃないかとか、確定申告書自体は AI が作るんじゃないかというふうになるんじゃないかなというふうに考えまして、もうね動き出さないといけないなって捉えてるぐらいです。皆さんものんびりとしていないで、しっかりと情報は抑えましょう。そしてチャット GPT の一番大事な点です。これバードも同じくなんですけど、とにかく登録して使ってみないとどういったものか分かりません。また使い方も分からなければ、自分は一体どういうふうに使えばいいのかって判断もできませんので、とにかくすぐこの動画見た方は登録をして、ログインをして、チャット GPT デビューをしてみてください。私は今ですね、このチャット GPT や AI の情報を共有するということで仲間を作ってですね、今 LINE グループで情報交換をしております。たかがね一人が得れる情報なんていうのは決まってしまいますので、みんなが違うところから情報を得てきて、みんながね頭を貸してくれれば、一気にね得れる情報量が広がるなということで、そういったグループを作って情報交換を実際しております。またセミナーも開催しようと思ってまして、こちらチャット GPT と AI、 またメタバース NFT に関しての詳しいメンバーをね今見つけておりますので、そちらのセミナーもしようかなということで動き出しております。というわけで、とにかく経営者、ビジネスをされてる方、これ自営業だからとかね、会社の社長だから、個人事業だからというわけではなく、ビジネスをされてる方はとにかくこれ知っておく必要があります。乗り遅れてね、あとあとしまったとならないようにしっかりと押さえておきましょう。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。オンライン上で税理士に質問や相談をすることができます。オンラインサロンは Facebook の非公開グループで運用しています。
2つ目のメリットは、定期的にサロンズームを開催しているので、メンバー限定のズームで私に直接質問をしたり相談をすることが可能です。またメンバー同士の交流もできるので、異業種交流会になるということで非常に好評です。3つ目、税理士の裏側を公開してます。税金、経理、確定申告、またビジネスの最新情報などなど、また私の SNS の運営の裏情報などもオンラインサロンのみだけに投げてる情報ばかりですので、オンラインサロンぜひご検討お願いします。入会お待ちしております。詳細は概要欄に URL から飛べるようになってますので、ぜひ一度クリックして覗いてみてください。はい、このように自営業フリーランスに今後も役に立つ内容を投稿しておきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントいただけると励みになります。また私はですね、いろいろ SNS をしておりまして、インスタグラム、ツイッター、TikTok、ボイシーもやっておりますので、また少し違った情報を届けていますので、フォローの方よろしくお願いします。そしてお知らせ多くて申し訳ないんですけど、ビジネス書を2冊出版しております。1冊目は令和5年の10月からとうとうスタートするインボイス制度について分かりやすく書いた本になりますので、ぜひ一度手に取って勉強してみてください。もう一つはフリーランスのバイブル本と呼ばれるものになります。経理や節税、確定申告、フリーランス、自営業に必要なものを一冊にギュッとまとめた本になっております。どちらも Amazon、 楽天、また Kindle 版もありますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、最新の情報ということで AI と ChatGPT について、またビジネスがなくなるかもしれないよ、皆さん危機感を持って動きましょうということで動画の方を作成しました。皆様のビジネスの対策になったら光栄です。いつも最後まで動画を見てくださってる方、ありがとうございます。自営業専門税理士川見のみでした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。